くさ。昔からほんま言い訳だけは得意やな。ブレねえな。若手に頼るしかない情けない大人たち。ペドリとガビがいたらセカンドがホームなら勝ってた。っていうわ。代わりに出てる選手の気持ち考えろよ。マジでマネジメント下手くそだな。シャビ監督欧州戦績。CL、グループステージ敗退。EL、準々決勝敗退。CL、グループステージ敗退。EL、プレイオフ敗退。メッシ抜けてからこれやね。あのメンバー聞いてこれはあかんやろ。ジャビは選手層薄い仲良くやったって意見あるけど、それで言うなら逆にファーストレグはユナイテッドに欠場者多くて圧倒的有利だったのに謎にターンオーバーして勝ちきれなかったからこんなことなっとるんやが。正直チームデンベレやし、バルサ。それにしても言い訳のレベル下がってんな。もっとアンチフットボール煽りしてこいよ。完璧な負け惜しみ言ってくれるのは正直好き。言い訳の才能はある。もっとひねりのあるやつくれよ。